はい、えっと、こちらは昨日の私の1食目で今ライスペーパーを用いたっ、えー、と餃子グルテンフリーのライスペーパー餃子ーしかもあのそのまま使って、えっと、包まないお水で戻さないっていう餃子をご紹介してあと新鮮豆腐の絹豆腐が美味しいよっていうお話をしましたそれで、えっと、こちらの えっと、続きの動画ではこれ、ぬか漬けですね。あの、美味しい、あの、えっと、上田さんの、上田家の匂わないぬか床っていう、あの、第一宅配で買ったぬか床につけた、きゅうりのぬか漬けと、そしてこちらも第一宅配のしそ漬け、梅干し。これも美味しいですね。なんかあの、私最近やっぱりあの、四毒を抜いているので、 あの本当はねはちみつ梅干しっていうのがすごい好きだったんですね第一宅配の無添加のなんですけれどもですごい無添加のはちみつ梅干しって本当になかなかないので貴重だしお味もねしつこくなくってはちみつ梅干しだとめちゃくちゃうわ甘いっていうのもあるんですけれどもそこまでねあちょうどいい私としては甘さであの食べやすくってすごい気に入ってたんですけれども。 やっぱりね、お砂糖がね、少し入ってしまっているんですね。なのでね、ちょっとね、今は、蜂蜜梅干しは購入を控えていて、えその代わりに、このしそ漬け梅干しっていう、これも第一宅配の買ったんですけども、もう今ね、舌がもう、あの、結構砂糖を抜くことに慣れてきて、あの、すごいこれが美味しく感じますね。とっても、あの、素朴なお味でね、これも、あの、すごく美味しいです。好きです。 で、こちらが、えっと、お味噌汁なんですけれども、まあ、これはもう余ったお味噌汁かな。キャベツとか、お大根とか、あの、長ネギとか、しめじですね。そういうのがいろいろ入った、あのー、お味噌汁かな。やさかの味噌の、えー、中辛かなっていう感じですね。で、これが、えっと、ご飯ですね。白いご飯、無農薬。 でこれは多分ね、あの、秋田小町かなと思います。それかもしかしたら、ごめんなさいね、もう昨日の記憶なので曖昧なんですけど、おかまにご飯が切れちゃってたら、谷田の金目い。<laughs> そのどっちかですね。で、あ、で、ここからは、あの、お夕食ですね。お夕食は、えっと、これはね、秋、秋鮭かな北海道のね、天然の秋鮭のね、 美味しそそうなのののがあっっったたです、ね、ででれををねねつ入てる買んすとっても美味しかったんですけどもどうやって食べようかなと思って普通の塩焼きも良かったんですけどもなんかねちゃんちゃん焼きみたいなの包み焼きみたいなのをしたくってでも今回は包まなくってもうフライパンでねあのちゃんちゃん焼きにしたんですけどもれんこんをまたたっぷり入れて玉ねぎれんこんにんじん えー、他になんか入れたかなちょっとわかんないけども、まあ、そんな感じで、あの、お野菜を刻んで入れて、そこにね、まあ、これまたね、ちょっとお砂糖が入ってるのであんまり良くないんですけども、もう買ってしまっていた、田楽、えー、味噌をちょっとね、入れたりとか、あと、もう時適当に、えっ、ー、と、えー、お醤油、お醤油ほんのちょ、お味噌が入ってるので、お醤油ほんのちょっとでいいんですね。あと、 うーんお酒とかみりんとか入れてあとちょっとめんつゆもちょっと入れたかなそんな感じであの作ったなんかあの創作ちゃんちゃん焼き風みたいなもう蒸し煮みたいな感じなんですけれどもすごくね美味しかったですこのお野菜に結構味が染み込んじゃってたのでで鮭はねあの薄味なのでこのお野菜をね添えて食べるとちょうどいい感じでとっても美味しかったです。 はい、お水もちょっと足したかなあの調味料だけだと辛くなっちゃうのでで、これがまた余ったお味噌汁とまた私の漬けたぬか漬けとそして白ご飯ですねそしてねこれが平貝卵の温泉卵これは大自宅配ですこんな感じのえ私のお夕食でございます。とっても美味しくて私2切れだいてしまいました はいあ、こちら「ギンガムチェック」のワンピースはめてくれてどうもありがとう。それではまた、あのー、今日の朝もやりますね。それでは。